やばいな。それこそ俺なんかさ、みみんなの呼びね、呼び方はまだ安定してないんだよな。確かに。いや、最近やっと国って呼び寄るようになったんだけど。僕は国でいいです。全然。人見知りでして、こちら。うん、俺も。俺もなかなか。いや、国人さん。あなた違うでしょ。違います、梅原さん。僕ビジネスなんです。本当に。いや、ビジネスでも、ビジネスでもできるならいいじゃん。そうそうそう。いや、でも本当にね、やっぱり本心はきついっす。 一人がいいんで。じゃあ、解散もうちょっと頑張りましょう。もうちょっと頑張りまうお前が言ったんじゃねえか、一人がいいんで。なんか、やっぱ、呼び、3付けちょっとおかしいじゃん。確かに。まあ別に3付けでもいいけど。急に、急に距離詰めてみるでも、俺もかえって年近い方がフレンドリーに行きやすい、謎に。 でしょでしょうんうん。あ、じゃあ俺じゃあ、もう、梅ちゃん、サガちゃんでいいサちゃんはいいぜ。僕、梅ちゃんと言えないっすやっぱ。いや、大丈夫です。言いましょう。にいましょう。たいなのはいや、でも、あの、この前、これパブジー一緒にやったんだけど、坂本ちゃんと、初対面で黒人って呼ばれました。いや、黒人はデもいいんだよ、だって。おい死えて。 梅ハウスやっぱちょっと尊敬がな、尊敬のねでもまあ、ちょい下ぐらいだったらいそうだけどな、梅さんとかになっちゃうのかな、みんな。なっちゃったよね。なるほどね。別に俺は気にしないけど、にじり寄っていきます、じゃあ、梅さんから。梅ちゃんで、ちゃん付けでいいんじゃないちゃん付け。確かに、ちゃんだったらあるじゃない立川とか、そう、若いやつだから、梅ちゃんって呼んでるし。 いや、若いやつはその立川だけだけどね。<laughs> あいつだけ生意気がなけいいだけじゃん。俺は全然いいんだけど。<laughs> あいつが生意気だけの話じゃん。<laughs> でもまあ、この集いだったらまあいいんじゃないですか。ちょっとそこは飛ばしても。いいんじ,ゃじゃあ、じゃあ、梅ちゃんを頑張っていって。梅ちゃん。自分をなじませていきます。なんて呼べばいいんだろうな、まあ。黒人は別に黒人で。黒人で黒でもいいし。うん。 坂ちゃん、いい坂ちゃん、坂ちゃんでもゴミでもなんでもいい。坂ちゃん、坂ちゃん、ゴミはちょっと分かんなくなっちゃう。ゴミは分かんない。んて普段は呼ばれてる坂本か坂ちゃんかって感じですね。あ、坂ちゃんなんだ。坂ちゃん、え、あの、バランス、黒人、打足さんは打足さん D? これはね、最近なんか D って呼ばれること多い。D? あ、D って呼ばれてるね、オニアからね。オニアのせいで。D なんだ。周りのやつも D って呼ぶようになってきて。んて呼ぶのがいいんだろう ?D。D かっこいいね、やっぱり。俺のせいじゃないんだけど。D で。え何いい D でよければ、ちょっ D。なんかね、ックってむずいんだよね。その相性みたいに呼ぶの。確かに。伸ばし棒みたいなの言ってますね、さ。ダソックみたいなの。あ、ダーソックとかあったけど、あれ、ただ長くなるだけだからいやー、ちょっと言いづらいね。 まあまあ、ちゃあ D で。D。じゃあ D。D とサカちゃんでいこうかじゃあ。コク、コク。ちゃん。コク、コクなんすかコクでも黒人でも何でも。黒人はちょっと最近なの、サッの感じ。やっぱりビジネスでコクニっていうのがいいですがね。コクラ的に名前出せないビジネスでね、なるほどね。 あの、玉袋筋太郎が、NHK だけ玉ちゃんって出るんだらしいけど、ちゃん、玉ちゃん方式で。解禁されたらしいけどな、あれ。え、そうなの ?NHK も玉袋筋太郎確かに、解禁されたんだよ、どこか。あ、生きるようになったんだ、そうなんだ、すごいね。